Hi everyone, this is Tomo. Thanks for watching. こんにちは、Tomo です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は皆さんに英語スピーキングテスト Versant のスコア72点取得者が伝授する Versant の最強攻略法、英語テスト Versant の最強攻略法についてあなたにご紹介したいと思います。 あなたがもし、えー、今、英語のこのスピーキングテスト Versunt を受験しているけれどもなかなかスコアが伸びない、えー、という方は、えー、どうぞこの動画を参考にしてみてください。はいえー、前回の動画でもあのこの間お伝えしたんですが、えー、僕はですねあの先日、この英語のスピーキングテスト Versunt を受験しまして初受験でしかもあの対策は全くしていませんでした。 え、試験概要のみを、あの、把握するぐらいでした。で、えー、80点満点中、えー、72点を取ることができました。はい。で今回はですね、その経験をもとに、えー、こういうふうにしたら点数が伸びるということを、あの、まとめてですね、ポイントをまとめて、え、お伝えしようというふうに思っております。はい。で、まあ、結論から申し上げると、この結論がですね、えー、他の あ英語チャンネルで、えー、この v e r s a n t の対策のやり方の動画を出している人もたくさんいるんですがあの僕の場合はあのかなり違いますのでもしかしたら驚かれるかもしれません、はい、結論から申し上げますえこれは、えー、採点項項目目をを理解しえそしそて各項目に、えー、沿った対策すするですえまず採点項目を理解して各項目に沿った対策をするこれが、えー、一番重要な えー、スコアをアップする最強攻略法になりますちょっとこれだけ言ってもあの分からないと思うので説明させていただくとですね、えーまあ、ポイントはあの通常あの6つの設問がありますよねその6つの設問からそれぞれ全てあのそ,のそれぞれの対策をするということももちろん重要なんですがあのその6つのタイプの,あの試験の中の設問にとらわれすぎないっていうことがすごく重要だとうふうに思っていますなぜかというと えー、ゴールをまず見据えてですねそこのゴールに行くわけなんですよねあなたはこの Versan というテストを受けて、えー、自分がこうスピーキングをしてその回答が採点されるわけなんですよねでその採点される時の基準ってあるんですよこれをあのもしかしたらあ,のあなたはもしかしたら読んだことがないかもしれないですが この基準を逆に知っていると、あ、こういうポイントで自分のスピーキングは採点をされるんだってことが分かって、で、必要なそのゴールが見えてくると、えー、そのゴールというのは採点基準ですね。そのゴールが見えてくると、じゃあ自分はどういうスキルを求められているのかなっていうのが見えてきて、それに対するこう対策があ、適切な対策ができるようになるんですよ。なので、ゴールをまず知って、そこから求められるスキルを 知って逆算して考えてそのスキルを身につけていけばいいっていう話なんですよね。はい。はい。では、この間、えー、受験したその結果が、えっと、すみません、こちらなんですが、えー、はい、72点ですね。前回お見せしました。で、えー、このですね、ちょっと下に行くとですね、えー、このグラフがありますよね。はい、このグラフがあります。で、えー、ちょっとちっちゃいかもしれませんが、 センテンスマステリーと、ボ u ブラリー、そして、uh, 3つ目に、フ u エンシー、そして4つ目に、プロナンシーションってあると思うんですね。で、この、これあの、えっと、スコアレポートなんですが、この2ページ目に行くとですね、すごく重要な情報が載ってるんです。ここに、えー、それぞれの、要は、あの左側、こっち側が、えー あの自分の状態ですよねどういうところがあの良くてどういうところをインプルーブできるかって書いてあるんですこの右側ですね重要なのは今回ご紹介したのはこっちですねこっちに、えー、それぞれの,その4つ今その採点基準四4つ言ったんですがその4つの、えー、何が求められているかっていうのが書かれてるんですよはいで例えばですねあの採点基準4つありますで、えー、1つ目が「Sentence、え、Mastery、ー」Sent Mastery, これが文章構文です文文章構というのはあの、まあ、これ読むと長いので全部読まないんですがって書いてあるんですよね。これ何かというとあの英語での,その,あのフレーズとかその文章を、まあ、理解をしてさらにそれをこう言えるっていうふうにこう言ってるんですよね。 でじゃあこお、この、うん、この、この、この、センテンスマステリー,、えー、文章構文のスキルを上げるにはどうしたらいいか。その具体的な方法二2つあります。えまずは、英語の基礎ですね。まあ、基礎構文って言われると思うんですけれども、主語があって、述語がある。はい。まあ、目的語がある。こういった、その、SVC って、SVO とか SVC って皆さん習ったと思うんですが、この、えー、基礎構文を、 しっかり覚えるんですこれは中学校、高校レベルの英語で構いません。だから、満点これを覚えたら満点が取れるというわけでは全然ないんですが、あの基本的な SVC、SVO とかそういうものですよね。I ate a hamburger yesterday.I yesterday. が主語で、8が動詞で、Hamburger が目的語。こういう感じに、 えー、その構文をしっかり覚えるってことがまず一つです。基礎的な英語の構文をしっかり覚える。はい、で、二つ目が、えー、この、r e t e n t i o n って皆さんご存知ですかね。r e t e n t i o n 要は、その短期記憶力ですよね。物事を聞いた、英語でリスニングをしたときに、その話をあの短期記憶でここで覚える力。これを r e t e n t i o n 覚える。 保持する力っていうんですけどその保持する力を鍛えるトレーニングをするんですね例えば、えー、ニュース番組とかを例えば BBC とか CNN とか見ますよねあるいはもっとあの簡単な内容のものでもいいんですが例えばそういうものをあの材料として、えー、リスニングをしますでそのリスニング聞いたその例えば3分とかの内容を、まあ、一旦その聞くのをやめて聞いたすぐ後に30秒で自分が今その聞いた内容をまとめて言うんです 気象転結があって、こういう内容があって、こういうことがあって、で、結果的にこうなった。というその気象点結を英語で言える。そのトレーニングをしてみます。そうすると、この Sentence Mastery ンンススというスキルがすごく伸びると思います。はい。では、2つ目ですね。えー、次が Vocabulary。はい。これ Vocabulary、語彙ですね。こ,のこれが2つ目の、えー、採点要素です。でここに何が、あのこの、えー、ここに、 採点のレポートにですね書いてあるんですがじゃ何が書いてあるかというとちょっと簡単に最初だけ読むとですね Vocabulary reflects the ability to understand、A、common everyday words spoken in sentence context and to produce such words as needed えなので、まあ、毎日使われるその単語ですね毎日使うその英語で 毎日使うその言葉をあのしっかり覚えていて理解をしていて英語で言えるというスキルがこの Vocabulary 語彙なんですよねじゃあどうすればいいかですよねじゃあどうすればこのスキルがもうそうやって逆算して考えていくんですよこれが求められているからこれをすべきだっていうふうに考えていくんですねじゃあどうすればいいかというとこれも2つあるんですねまず1つは身の回りのものを英語で言う練習をする身の回りのものを英語で言う訓練をする はい。これは、あの、説問の中で、例えば、あのー、これこれ、こういうものを英語で何て言うかっていうような質問があるんですよね。で、それをじゃあ、あパッてこう、理解して、これだっていう風に英語でこう、言えるようにする訓練をしたいんですよね。じゃ例えば、その、家のま、家の外にあって、家にあって、えー、外でこう、植物が <laughs>、植えられ、植えられる場所みたいな、えー、質問があった時に、あ、ガーデン、あ、ガーデン、 こう庭っていう風にこうににすすぐ答えられるようにするよ例えば今こう家で撮影をしてるんですけどあの、まあ、例えばあの目の前に僕の前にあの、えー、加湿器があるんですね加湿器を英語で言うと「じゃあ Humidifier」あの humid ifier, humid ifier とかあのエアコン英語で言うと「Aircon」とか「Airconditioner」とか、うん「車は car」ですよねあのその説問の中で例えばあの面白いのが、まあ、似たようなあの言い方 ちょっと中身変えて言うとですね、あの車と、えー、車と、えー、走るのどっちが速いか、人,が人間が走るのと、車、ヒューマンとカーどっちが速いかっていう質問があったとして、それにあなたは、えー、カーって答えなきゃいけないんですね、そのカーを車って日本語では分かるけど、それをこう英語で、えー、カーってすぐ言えるように、要はその生,活の、えー、生活で毎日触れるような言葉を英語で言う。 練習をあのしてみてください。はい。その時に、まあ、自問自答するのにいいフレーズがですね、は h h o w do I say this in English?how do I say this in English? ってこう自、自分に聞きながらやってみるとすごくあのいいトレーニングになると思います。はい。でも、二つ目ですね。このボキャブラリーの二つ目の、えー、対策としては、語源学で、えー、語彙を覚える。語源学で、えー、語彙を覚えるということです。はい。えー、例えばですね、 えー、ジ,オジ,オジオグラフィーっていう言葉があるんですけれどもあのこれは字を頭のこの説頭語がその地球とかっていう意味で,、えー、でグラフィーっていうのがあの、まあ、図とかっていう意味なんですけど、まあ、その地球を描いているもの図面というか図ですね、まあ、そだからそのジオグラフィーで、まあ、地理とかっていう意味になるんですよねその その言葉英語の単語というのはあのセット語と設備語ですねプリフィックスとサフィックスっというんですけどこれがこうくっついてほぼ、まあ、全ての,その単語っていうのはあのできてるんですよねでその語源を覚えることによってすごくそのボキャブラリーが広がるのでその訓練をあの単語をこうランダムに覚えてるとすごくあの無機質ですごく退屈じゃないですかでこうなかなか覚えれなかったりするんですけどそれがあのこの語源学であのどんどんどん 増やしていくことによってすごくこう記憶に残るし覚えやすいっていうメリットがありますなのでこの2つ目の、えー、採点項目ボャブラリーの対策としては身の回りのものを英語で言う訓練をするそして語源学で、えー、語彙を増やすですはいで3つ目の採点項目これはフ luency ですねフ luency、えー、流暢さでこの流暢さについてあのまたちょっと読まわせていただきますねこの スコアレポートで、fluency reflects the rhythm,、uh, phrasing and timing evident in constructing, reading and repeating sentences って言ってるんですけど、えー、まあ簡単に言うとこのリズムとかそのタイミングをその文章を読んでいるときにまあ理解をしつつそれをしっかりこう発音できているかっていうことなんですよね。でこの fluency、まあ、にはじゃあ何をしたらこの fluency のスキルを伸ばすことができるかってこれ実は簡単なんですよね、えー、結論から言うとシャドーイングをしてくださいシャドーイングですはいこれはまあどういうことかというとまあシャドーイングをご存知ない方はどういうかとかとちょっと説明するとですねあのまあ、ニュースでもあのまあ、ニュースが多分一番いいなとは思うんですがそのネイティブがネイティブのそのスピードで話すリスニングのそのスピードの教材を聞きながら教材は何でもいいんですけど。 で、その聞きながら、その聞こえた言葉と全く同じものをこう繰り返すんですよね。えー、同じ言葉をそのまま繰り返す。で、これがまさにその、この versant というテストの説問の一つにあるんですよ。あの、聞いた言葉を覚えて、それをすぐ、すぐ、すぐ後にそれを復唱する言葉で言うっていうのが、説問にあるんですよね、まさに。なので、その直接の対策にもなりますし、これはあの、r e t e n t i o n 先ほど言ったその、 短期記憶その記憶を保持して言、えー、う力ですよねそれも伸ばすことができますでさらにこのシャドーイングをすることによってこの流暢さっていうのが、えー、鍛えられるんですよで僕もこのえー、っと、まあ、別の動画でお見せしたんですが、えー、こうですよね、えー、この流暢さがこの紫ですねこの流暢さが一番実は低いんですよねはいなので、まあ、僕のこの弱点はあの流暢さなんです この流暢さが弱点ということが再認識できてすごく嬉しかったですね。で、あのこの流暢さって本当にこうあの難しいんですよね。だからあの鍛え方どうやったらいいのって <laughs> 思うかもしれないんですが、シャドーイングです。シャドーイングが本当に重要です。その際にあのその発音をですね、発音だけじゃなくてディクション、ディクションも真似てください。その音の抑揚とか あの文章全体の,その音の工程とかそういったものもあの総合的にこう一つの文章全体的な文章をこう一つの単語じゃなくてそのまとまったそのまとまりとしてこうえ繰り返すとそれをシャドーイングするそれをあのやってみるといいと思いますはいで3つ目の,その流暢さに対する対策としてはシャドーイングをしてください最後4つ目の採点項目ですねこれはプロナンセーション発音です これもあの実は簡単なんですね。一つなんですね。対策としては、えー。発音強制をしてください。発音強制をしてください。で、これはあの <laughs> 言うことは簡単なんですけど <laughs>、これ難しいんですよ。うん、あの僕もですねあの、発音がやっぱりそもそもネイティブではないので、純日本人なので、もともと最初から上手かったわけではないんですね。でやはりこうあのネイティブの発音を こう耳を澄まして傾聴するんですよ。何度も何度も聞いて、それをこう真似る。まあ、本当にただ単純なその作業なんですけど、うん、その発音矯正を、えー、してみましょう。はい、例えば、まあ、別の動画でも上げる予定なんですが、L と R の違いとか、日本人が特にこう難しいと感じる L と R の違いの発音とかも、あの何度も何度も、えー、練習してですね、例えば、あー あの昨日ご飯を食べたっていうこというときはあの、I ate rice yesterday.I ate rice yesterday って言うんですけど、この R を L にしてしまうと、I ate rice yesterday.I ate rice yesterday になってしまって、これ、あの、ライスって白身なんですよね。<laughs> あの R をあ、R を L に変えると、これ、ライスっていうこれ単語があって、これ、しらっていう意味なんですよね。食べ物でもないっていう。だから、あの僕は昨日 <laughs>、夜、昨日、あの、 えー、しらを食べたよっていう文章になってしまって、これは何言ってるか分からない人になってしまうので、えー、これは避けたいんですよね。なので、まあ、今、R と L のあ例なんですが、あの発音矯正を <laughs> 自分で、えー、して、それぞれの、例えば、R と L とかあ、V と B とか、そういうこの難しい、えー、なかなか日本人がこう間違えそうな単語を明確に発音できるように、えー、自分で自分の発音矯正する。それを、あの、してみてください。はい。 あの結論から申し上げますね。もう一度あの要約すると、えー、この Versant を攻略するための一番の近道は最強攻略法は、えー、採点項目から求められるスキルを判断して各項目に合った対策をするです。SentenceMastery、えー、の場合は、えー、その構文をしっかり覚えて Retention を意識しながらニュースを見てそれを要約するトレーニングをする。 二つ目、ボキャブラリー語彙ですね。これは身の回りのものを英語で言う訓練をする、トレーニングをする。そして語源学で英語を覚える。三つ目の採点要素、fluency 流暢さですね。これはニュースのシャドーイングをたくさんする。四つ目、最後、pronunciation 発音ですね。これは発音矯正をしてください。はい。で こうやって、今言った一つ一つ、この四つの一つ一つを一つ一つこうやってみて、それぞれのスキルをあなたは伸ばしてください。はい。これが一番の最強攻略法です。Versant。で、さらにですね、こ,れこの四のつのスキルの底上げをした後に、あなたがさらにこの点数アップできるポイントが二つあるんですね。はい。これ最後にお伝えします。一つ目が、 えー、この,、まあその2つ二つある中の,そのな,なんでそのじゃ2つかというとその2つがですねその1つ1つ上げたものを全てまとめて総合的にこう底上げするようなトレーニングなんですねはい1つ目が、えー、オンライン英会話これすごくおすすめですオンライン英会話を始めてみる、えー、まだの方はぜひ始めてみてくださいこれなぜかというと Versant というテストはあなたのスピーキング能力を測るテストなんですよ 分かりますかあなたのスピーキング能力です。話す力です。これを上げるためには、話すしかないんですよ。でその話すのを一人で話すのには限りがあるんですよね。なので、一番、あの、費用対効果がいい、あの、オンラインの英会話、これ、あの、すごく格安なんですよ。あの基本的にで。僕も、あの、10年ぐらい前に、えっと、レアジョブっていうのをやっていました。で、ラレアジョブさんにすごくお世話になって、 で、その時は月5000円ぐらいで毎日話せて、毎日1時間ぐらい確か話せた記憶がするんですけど、5000円か8000円ぐらいで確か話せた記憶がするんですが、あの、1万円もしないで毎日1時間話せる、要は1ヶ月で30日、30時間も英語を話す機会があるんですよ。これってすごくないですかオンライン英会話。 で、レアロジョブじゃなくてもいいです。例えば、あの、ネイティブキャンプとか他のその有名な、あの、ところでも全然構いません。あなたがいろんなところをこう体験してみて自分がこうしっくりくるところでいいです。これはなぜオンライン化をお勧めするかというと先ほどのように実践力ですよね。話すテストなので、あなたのそのスピーキングレベルを実践を通して えー、その全体的なそのスピーキングレベルを向上するっていう目的ですね先ほどの4つを総合的にこう底上げするそれをその実現をするためにこのオンライン英会話がとても重要になってきますはいでこの実践力がまず磨かれてさらにその英語に対する瞬発力ですよね聞かれたら話答え,答えなきゃいけないしこちらから逆に質問する時にこう英語で考えますしそういうことによって英語の瞬発力や思考力っていうのがとても鍛えられます なので、オンライン会話がまず一つです。そして、二つ目の総合的なアドバイス、最後のアドバイスとしては、AI を味方につけるです。AI を味方につける。これ、はって思われた方いますかねえ <laughs> この、なぜかというとですね、このそもそも v e r s a n t という英語スピーキングテストは AI によって採点されるんですよね。だからこそ、 その採点、その試験が終わった後に5分もかからないで、えー、AI が採点してくれて、えー、試験結果が分かるんですよで。僕もその速さに驚きました、正直。はい。で、AI を味方につけるってどういうことって思うと思うんですが、これはですね、あの、採点するのは人間じゃなくて AI なんです。なので、えー、まあ、その発音、 に、重要なことは、まず、プロナンセーション。この4つの要素の1つなんですけ、ね、ど、プロナンセーションとか、もう1つは、あの、フルエンシーとかってありますよね。フルエンシーの場合は、例えば、いろんなテクニックがあります。リエゾンとか、はい。あとは、ディクションですね。先ほど言った。ディクション、その、音の工程ですよね。例えば、えー、昨日、あの、動物園に行きました。すごい簡単な文章で申し訳ないんですけど、あの、昨日、えー、私は、えー、動物園に行きました。I went to a zoo yesterday. なんですよねこれを普通に単調にこうモノトーンの日本語の,そのモノトーンで読むと I went to a zoo yesterday.I went to a zoo yesterday. になっちゃうんですけどこれを AI を騙すというのはこういうふうにネイティブっぽく自信を持って話すんです I went to a zoo yesterday.I went to a zoo yesterday こんな感じに今違いが分かりました I went to a zoo yesterday.I went to a zoo yesterday. っていうふうに、この音の工程をつけるんですよ。これを、わざとらしくじゃなくて、それがこう、普通にできるぐらいですね、に、までにトレーニングをするのが一番理想的ですね。このようにしてネイティブに、えー、近い発音を自分でこうしてみる。自信を持って、えー、リエゾンとかディクションとかを使って、えー、文章を、えー、自信を持って話してみる。それが、 実は AI を味方につけるってことなんですよ。そうすることによってあなたのスコアは伸びるっていうふうに僕は思っています。で僕自身も今はそれでこそあの、あのー、もうすでにその抑揚とかディクションとかはあの意識しなくてもつけれるようにはなってはいるんですがそういうことをもしあなたができるようになったらですねさらにその、えー、AI があなたのその発音を聞いた時にその高いスコアをつけるとうで 可能性がすごく僕は高い、すごく試験だなっていうふうに思っています。はい。はい、長くなりましたが、えー、今回はですね、えー、英語テスト Versant の最強攻略法、えー、Versant スコア、えー、72の取得者が、えー、伝授するこの Versant 最強攻略法をあなたにお,しお,お伝えしました。はい、いかがでしたでしょうか この動画があなたの役に立ってこれから受験をする方のスコアが上がることにどうかつながればすごく幸いです、はい、僕のこのチャンネルでは英語力を上げたい方あるいはその英語のスキルアップをして将来海外で働きたい方またその将来で海外で働くためのそのスキルを身につけたい方そういう方に対して動画を発信しています この動画を見ることによって、あなたは、あなたの英語力が上がって、さらに海外で活躍するためのスキルを身につけることができるようになります。なので、もしよろしければ、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今回は長くなりましたが、ご視聴いただきありがとうございました。それでは、また。Thank you so much, guys, for watching. See you next time. Bye.